皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。待望の BMSG フェスの情報が発表されました。昨日、いろいろと予想のお話をしたんですけれども、最終的に東京は東京体育館、大阪は大阪城ホールでの開催ということが正式に発表されました。 東京は9月23日24日の2日間で、東京体育館で開催されます。会場が15時、開演が16時30分ということです。大阪の会場は9月30日土曜日と10月1日の日曜日。会場が15時、開演が16時30分。場所は大阪城ホールです。 出演は BMSG の全アーティストとなります。スカイハイ、ノベルコア、B ファースト、マーゼル、アイルザ・ショータ、エディーボーイ、レイコ、ルイ、タイキ、カノンということで、楽しみすぎますね。チケットの販売スケジュールは、B タウンのアーキテクト会員の受付期間が6月23日から7月2日まで。 レジデント会員と各アーティストのファンクラブ会員が7月の8日から16日までということになっております。まだチケット代金など詳しいことは明かされていませんので、そういったことは分かり次第また改めてお伝えいたします。いやー、ついにこの情報が来ましたね。それにしてもやっぱりツイッター考察班の方たちすごかったですね。 昨日お話ししたあの数字が緯度と経度を表しているなんて私には全く想像もつかないことだったので本当にこれを導き出された方たちすごいなというふうに思いますそして昨日色々と国立競技場のお話をしたんですけれども今回の東京の会場は国立競技場ではなくって東京体育館ということで こちらは昨日お話ししました通り、キャパシティが約1万人となります。ですので、2days でも2万人ということになりますね。そして、大阪城ホールのキャパシティは約1万6千人ということなので、2days で3万2千人の方が参加できるということになるかと思います。ですので、この4日間合わせて5万2千人の方が参加できるということになります。 昨年の BMSG フェスは富士急ハイランドのコニファーフォレストで開催されまして 2days 行われましたキャパシティが約1万5000人くらいだったというふうに記憶しておりますのでおそらく昨年の BMSG フェスにはトータル3万人くらいの方が参加されたんではないかなと思いますそこから考えるとかなり 今年の BMSG フェスの方が大規模になっているかなとは思うんですけれども、それでもやっぱりこの BMSG アーティストの人気っぷりを鑑みると、なかなかチケットは争奪戦になりそうだなという気がしてなりません。私自身もチケット運は散々といったところなので、ちょっとこれは取れるかどうか自信がないなと思いつつも、 でもこれだけは本当に絶対に参加したいイベントですので、私も全力でチケットの購入に挑みたいなと思っております。昨年は運よく参加させていただくことができて、本当に感動しましたので、今年も必ずこの BMSG フェスには参加したいなというふうに思いますので、今からどうかチケットが取れるようにということを願うばかりです。 はい。ということで、本日の時点では、まだここまでしか情報が分かっておりませんので、今後、もう少し詳しい情報が分かりましたら、改めてお知らせをさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。追っかけ情報局、リコでした。